にちは、片桐咲です。さあ今日はですね、ちょっと、まあ、ブログとかね、あの LINE 公式ではもっと深い話をしたんですけれども、まあ、ちょっと安倍前首相がね、あの銃撃されましたけれども、まああんまりね、ちょっと動画で言うとね、いろんな人が見てて、いろんな、今までも結構な反撃受けてますので、ちょっとそれ LINE 公式で詳しいことをお話しましたけれども、ちょっとね言いにくいんですけどね、まああの地球の浄化ですよね。まあ私としてはね、まあ今日はちょっとあんまり体調良くなかったんで、午前中はずっと寝てまして、お昼にね起きてちょっとニュース見てびっくりしたんで、まあ天照大神様に毎朝ね、あの神様たちにご挨拶してまして、まあ結構ね遅くなると昼になっちゃう時もあるんですけど、で天照大神様にお話をして、まあすごいね感激をしてね、私もちょっとかなり涙が溢れましてね、まあ本当にね日本や地球がいい方向に向かってるんだなって思いました。もう本当にね、まあもう前からね言ってますよね。2008年の時点から、まあ全てのね、悪は暴かれるって言ってますし、もう地球の次元がね、あの2000年ぶりに上昇しまして、風の時代にもなって本当に変わったわけですよ。私がこの最初にね、まあ安倍首相はサイコパスとかいろんな話をしてた時は、もうね、ほんとしばらくね、まあね、あのいろいろな芸能人の話とかもしてましたけど、本当にね、命の危険を感じてましたからね。まあでも地球のね、波動が変わるのは私は待ってたんですよね。風の時代になるのを待ってて、その地の時代のままじゃ危なかったんでね。まあ今はね、かなりもうね、今後、本当勢力も変わってきますので、世の中の。まあもう大丈夫かなって気はしてますけどね。あの地球自体がもうやっぱりこんなね、世の中じゃ困っちゃうので、これからね、まだまだ大激変があります。まあ今年は特に破壊と再生の時期ですけれども、まあいろいろ来るよっていうのは最初から言ってますよね。で、どんな激動の時期の過ごし方ってことで、どんな時でもポジティブにフォーカスするってことをお話ししてますけど、本当に序の口ですよ、本当に。だから私はまあそう来たかと思ってね、まあ、天照総御神様に、そうで、お話をして、まあ、あまり詳しいことはここでは言いませんけれどもね、まあとりあえずね、今後日本とか世界はやっぱりいい方向に向かってんなと思ってね、感激してね、涙をしてましたね。ただ本当に古き悪しきものですとか、悪いものはどんどん淘汰されて滅ぼされる運命ですので、地の時代のままではいかないんですよ。もう、だって本当に地球が変わったので、地球だってね、本当に困ってるわけですよ。そんな人たちが世の中はびこってね、権力や地位を振りかざしてたら、悪くなる一方じゃないですか。で、私はいつも常に天照大神様とかにも、心が綺麗なもの、波動が高いものが幸せに豊かに生きられる世の中にしてほしいってことをずっと言ってきてまして、それこそがね、やっと今の時代がそうなったんですよ。やっとね、風の時代になって、2000年ぶりに地球の波動が変わって5次元に向かっていて、やっとそういう世の中が実現しようとしてるんですよ。もう最高なんですよ、はっきり言って。これから本当に、今までは正直者がバカを見るとかやってましたけど、これから本当にやっといいものが報われる世の中になるんですよ。やっと真っ当な世の中になる。よくね、斎藤ひとりさんとかも、今の時代は魂の時代だとか波動の時代って言われてますけどね、やっとまともな時代が来たんです。今までの2000年までは、今までの2000年間は、はっきり言って、その悪いものとか、どんな手段を使っててもお金を稼いだりとか、どんな手段を使っててもね、人を支配したりとかね、そういう権力があるやつが、もう世界中を支配してきたわけですよね。その構造が崩れなかったわけですよ。そうするとね、やっぱりその、全く価値観が狂わされてしまうし、魂の生き方と全然違うわけです。私が今まで散々説明してきてますけれども、もう私が生まれた時にね、この世にね、もう魂の生き方私分かってんのに、もうこの世があまりにもね、その例えば学歴社会とか成功してるものが偉いとかお金があるみたいなのが偉いみたいなね、もう全然その普段魂の生き方と真逆の生き方をこの世では強いられてて、それが正しいみたいな価値観をね、まあ刷り込まれてるわけですよ、教育されてね。なぜならね、お金とか権力で支配している者たちにとっては、その価値観で世界を動かした方が自分たちが得するからです。だってその人たちそんな風に支配するってことは、魂レベルが相当低いんでね、魂レベルが高い人たちが支配するなんてならないんですよ。魂レベルが高い人たちは人を尊重して、みんなが平和にね、幸せに愛と調和を持って生きられるようにするもんなんで、魂レベルが低い人たちが自分たちに都合がいい世の中をこの2000年間作ってきちゃったわけですよね。だから皆さんは生きづらかったんです。だってそれはね、悪い人たちの価値観で生きてたら生きづらいですよね。いい人ほど生きづらいのが今までの世の中だったんですね。まあ、日本の教育だってそもそも戦後なんて特にアメリカによってね、教育は洗脳されてますし、日本人が活躍しないようにね、日本人が自尊心や自己肯定感を奪うようにはね、教育をね、仕組まれてますし、まあ、いろんなもののね、影響によって今の世の中が今まであったんですけど、この構造が全て崩れんですよ。まあ、最近私全然知らないですけど、ガーシーって人がね、いろいろ暴いてるみたいですけど、そんなのはね、まさに今だからできたこと。この地の時代が終わって、風の時代になって波動がね、上がったからこそできることで、なぜなら、今まで地の時代に力を持ってた人たちがパワーが失ってるんです。だって時代が変わったんですもん。
地球自体が変わったからです。すごいいいことです。本当に、私本当に地の時代にいろいろね、言ってたから、危ないっていうかね、本当に私命危なかったでしょ、うん、心配だったし、で、そのね、雨の御主様にお助けいただいてね、前にね、それも動画出してますけど、長野に行ってね、助けていただいて、あれだって雨の御主様、湯柱神社様ね、長野なんでね、あのおみくじはね、私今でもね、あれ存在しなかったおみくじだと思ってるんですよ。だって私に対しての陰謀があるなんておみくじに書いてあること普通なくないですか？で、しかもその対策方法が書いてあったんですよ。そんなおみくじ普通見たことないし、で、しかも見た瞬間に消えたんですよ、そのおみくじ。多分ね、絶対あれ入ってなくて、雨の御主様が私に見せるために一瞬だけね、用意してくださったんだと思います。で、今度皆さん信じないかもしれないけど、私今まで結構神様のお話とかしてて、神様に呼ばれるとかいろいろ話してますけど、マジで神様ってね、あの神業やりますから、当たり前ですけど神様ですからね、人間では信じられないことめちゃくちゃ起こします。今までだって本当に、あの、出雲大社のね、神様に、あの、出雲大社の祭典に呼ばれた時に、あれも記念日だったんですけど、よく神様に記念日に私呼ばれるのでね、それも違う動画で出してますけど、その時だってあって森の中で絶対誰も通んないところにタクシーいきなり来ますからね、うん、でみんなにもちょっと疲れたねとか言ってね、タクシー乗りたいねって言ったらタクシーいきなり来ますから、あの本当にこれはでもみんなで、みんなスピリチュアルな人たちだったんで、あ、神様が呼んでくださったね、タクシーみたいな感じでね、あの本当にね、人間技じゃないんで、神様がやられることは神技ですから当たり前ですけどね、だから人間の考えでこれがどうとかないんですよ。だから皆さんはもう一番大事なのはね、むしろね、あの神様に好かれるじゃないですけども、波動を上げてね、自分の魂を上げるとか、魂の成長とか、それが一番大事ですので、で、地球さんだってそれを望んでます。地球も次元が上がって、地球をさすがにもう良くしたいし浄化したいんでしょ、だってこんだけ荒らされてね、異常気象も甚だしいじゃないですか。ですから地球ももうね、淘汰したいわけですよ、悪いやつらを。だっても地球にとって困るからね、地球の生存にとって困るわけですから、淘汰したいんでね、あのどんどんこれから起きます。あの、うん、でもね、地球もう力関係が変わりましたので、どんどんね、あのその古き悪しき者たちは力を失いますから、どんどん暴かれますよ、いろんなことが暴かれるし、もう淘汰するって、それね、あの人間技じゃないんでこれはね、防げないです。なんでね、本当にいい世の中になっていきますので、私たちができることはとにかくね、常に波動を上げることです。もう何度も言ってますけどね、私は本当にね、もう全然、あの今あの本当に変換期でしばらくそれ続きますので、大激変はね、特にあの何も気にしてなくて、ニュースとかもあんまり見てないですし、あの普段本当にね、静観してるって感じですね。本当気にせずね、あのマイペースで毎日過ごしてますので、まあ何が世の中起きろと、まあゆっくりとティータイムでもやってよみたいな感じでね、お花さんに囲まれながらね、ジャズでも聴きながらお茶飲んでますけれども、うん、そういう感じで皆さんはね、常に自分が楽しくいること、自分のね、ハードを上げること、それが一番大事です。それが地球さんにとってもいいことですので、これから地球の中で残っていく人っていうのは、波動がいい人、心が綺麗な人、魂レベルが高い人、それだって地球にとっていいプラスになるわけですから、そういう人から残ってきますので、だってこれからこそ本当のね、本当に真っ当な世の中、心が綺麗な人、波動が高い人が生きやすくなる、やっと真っ当な世の中が実現しようとしてるんで、それまでね、それがなるまで、まあいろんなね、今までの古き悪しき者たちを解体しなくちゃいけないし、いろいろね、もう崩壊と破壊と再生の時期ですので、まあ、しばらく続きます、いろんなことが。これまだまだ序の口だと思ってるしね、まだまだいろんなことが起きますから、まあ、ほっとけばいいというか、しばらく静観して地球さんとか宇宙さんとか、まあ、見えない存在と神様たちのお任せをして、まあ、私はまあ一人間ですからね、まあ、ひたすら自分のね、波動を上げることを努めてます。皆さんもそんな感じでね、努めていただきたいと思いますので、うん、まあ、ほーんって感じで、ね、私も思ってますけどね、うん。これから本当にいい世の中になります。ただその時に、まあ逆にね、自分が淘汰されないようにね、うん、自分が本当に、あの裏表なんて全然ね、あの全部バレてますから、あの波動でも出てる、何度も言ってますけど、皆さんの生き方とか考えてることはオーラに出てますよって言ってますけど、特に神様にはね、もう完全なる筒抜けです。思ってることもやってることも全て筒抜けなんで、もうバレバレですから、本当にね。そのことね、あの、どんなにごまかそうと思ったってもう無理ですからね、特にこれからは波動の時代なんで、マジで無理です。ごまかしは一切聞けませんので、いかにね、素でね、あの、いい状態で生きていくかってことが大切です。本当にね、これこそね、いい世の中になりますよ。これからが。本当に、いい時代に生きてますよ。変な話、私だって地の時代のままだったらね、今世ね、あの、花が開かないんじゃないかなって思いますよ。潰されてばかりだったりとかしてね。やっとこの風の時代になって波動が変わるんで、ここからは本当に、いい人たちが生き残っていけると思いますので、ぜひ皆さんは自分が今できることとしては、どんな状況でも
本当に何度も言ってますけど、どんなことが世の中で起きてても、どんな状況でも常に自分は今にフォーカスして、今を楽しく心地よく過ごすってことです。常に自分の波動を上げることだけを考えてればいいです。本当にそれだけでいいです。本当に必要な、ね、ものは守られると私は思います、はっきり言ってまあ、もちろん別に悪い人がねだけが死ぬわけじゃなくて、役目を終えた方も亡くなりますし、まあいいんですよ。どうせ生きてるってことはね、肉体があるかないかだけなんですよ、本当に。結構私最近YouTube アップしてなくて、そういうのはね、動画アップしてもね、どうせ1本作ってもね100件ぐらいの収益にしかなんないで、本当疲れるだけなんでやってないんですけど、結構ブログとかでは書いてるんですよね。ブログ書くの、私文章書くのすぐできますので、1分ぐらいだし書けちゃうので、だからブログとかねチェックしてていただきたいですけども、いろいろね定期的に書いたりしてるので。で前にね、夏至かなんかでブログに書いたんですけども、まあ、ちょっと自分で、まあ、毎朝瞑想してますけどね、瞑想してる時にちょっと世界平和を祈る瞑想したらね、すごいなんか瞑想の中でね、まあ、ゼウス様とか現れてね、すごい三角形のピラミッドが出てきたんですけど、まあ、その時の、まあ、改めて思ったのはね、本当にその時の私の意識がね、宇宙にいたんですけど、本当に改めて思ったのが、まあ、ただ肉体で来てるか来てないかだけなんですよ。だって別に魂不滅なんで、別に死んだってね、あの世に行くだけです。で、あの世に行ってまた生まれ変わるだけなんで、別にね。本当、魂の卒業というか、もう最終的な目的は神様になることぐらいなんでね、そう。もう私の魂の目的もね、神様になることなんですよね。っていうのは聞いてるし、まあ、知ってるんですけど、まあ、私も結構ね、修行してきてるんですよ、魂。何回も生まれ変わってきてるんで、本当に。まあ、まだまだちょっと人間に生まれてね、まだ修行が必要なんですけど、なんで別にね、死ぬってことは、全然死ぬことに怯えたことがないっていうかね、キョロちゃんも、うちのインコちゃんもね、亡くなって7年ぐらいですけど、たまに来てますよ、チュンチュン言ってますからね、たまに。そう、霊の見、そうね、話変わるけどね、霊の見え方とかね、亡くなった声とかね、やっぱりあれってね、目で見えるんじゃなくてね、イメージで湧いたりとか、あとなんかね、聞こえるっていうのが耳で聞こえたわけじゃないんですよ。でも聞こえるんですよね。でもね、ちゃんと音声も録音すると取れますのでね、普通にスマホで録音しても音声が入ってるし。そうそう、別にね、全然ね、魂不滅なんで全然問題ないですよ。むしろ私天国にいた時の記憶があるんで、あの世の方が平和だったというかね、この世は修行なんでね、大変なんですよ、生きてる方がね。別にまあ死んだら死んだらだと思いますし、それはね、神様が、今世で必要だったら生かせるし、まあちょっと役目が終わったらあの世に行くだけですよ。あの世に行ったかって別に死んでないから、魂的には変わってないんで、肉体があるかないかなだけなんで、そこはね、全然心配しなくていいですよ。心配しないっていうか、別に、肉体が来てるかどうかなだけの話なんでね、本当に。どうせまた生まれ変わりゃいい話ですから、別に何回でもやるんですから、そんなことね。何回でも復活できますので、そこら辺はいいんですけどね。まあだからね、とりあえずね、まあ今このすごい激変期でやっと世の中がまともになるっていうのをね、まあひたすらとちょっと眺めてるってことですね。眺めて本当に平和になりきった世の中を一緒にね、楽しく味わっていきたいなと思いますので、そのためには皆さんがやっぱ常に波動を高くするってことが大事です。で、あと最近ね、私ね、楽天ルーム始めましてね、そこでも波動を上げるグッズとか紹介してるんですよ。私本当に、まあ、美容モデルもさせていただいてて、45歳ですけど、まあ見えないってよく言っていただくんですけど、常に健康とかね、美容とかね、波動を上げることにこだわってるんですよ。で、私の場合は何かもうつけるとかそういうことじゃなくて、もう内側からなんで、いかにいいね、質の高い食材を使うか、添加物を食べないかとかね、そういったことなんですよ、基本的に。それも波動に相当影響するんですよ。まあ、もちろん衣食住も本当に、どんなね、服とかの素材とかもそうだし、色もそうだし、色の波動のね、話はもう他のオンラインプログラムでしてますけど、そういったものが大事なんですよ。もうその日々そういう積み重ねなんでね。逆に日々ね、そういうこと気にしないで、もう添加物ばっか食べてたら、どれだけ体に不要なものが入ってて、それがどれだけね、エネルギー悪くしてるかっていうのは問題になりますので、まあ、ぜひね、そのね、本当楽天ルームの方では残留農薬を取るパウダーとかね、すごい結構リーズナブルであるんですよ。それを使うだけでね、まあ、オーガニックの食材じゃなくても農薬を取れたりですとか、あと他にも電磁波対策ね、もう本当私も徹底的にしちゃってますから、電磁波対策、それもね、5、6個ぐらい商品紹介してますので、それはマジね、つけた方がいいですよ。本当に電磁波でもかなり脳やられると思うし、体のね、電流の流れも変わっちゃいますし、そういうのね、もう一個ずつ気をつけるってことは大切ですので、ぜひね、楽天ルームの方を見てね、皆さん、チェックしてみてください。私がおすすめのね、商品をご紹介してますので、皆さんの、絶対に皆さんの健康とか、波動にもすごく大事なものばっかです。私も本当に自然の天然のものとかばっかなんでね。
ぜひ皆さんそれ参考にしていただきたいと思います。私がいつも使っているものなんで皆さんにご紹介したこと多分なかったと思うんで、ぜひね参考にしていただければなと思います。これからもまたねアップしていきたいと思いますのでね。ってことでね、ちょっと今日ね、いきなりこんな話しましたけど、あと関係ないんですけどね、さっきちょっとふとね、よく私家でね、いきなりね鼻歌とか歌ったりするんですけど、ちょっとね、音声撮ってみてね、歌声を撮ってみたんですよ。いや、私自分で言うのもなんだけどね、やっぱね、ちょっと歌を歌うのいいかもなと思ってるんですよね。結構前から思ってるんですけど、つうのはね、私の、やっぱりその前もね、声はエネルギーっていうのは YouTube で出してますけど、まあ、歌声を通して、まあ歌がね、声が波動なんで、まあ私癒しのパワーが強いんでね、やっぱ癒しの力をね、広めるっていうので歌出すのいいかなって思ってるんですけどね。まあ自分で言うのもなんですけど、声がすごい綺麗なんでね。そうそう。まあ、結構普通の人よりは歌うまいんでとか言ってね、まあ、でもプロレベルでは全くないんでどうかなっていうのありますけどね。ちょっとさっきねフェイスブックでちょっとつぶやいてみたんですけど、私のフェイスブックの友達の中とかってめちゃくちゃ音楽プロデューサー多いんで、それを日本の代表する有名な人ばっかね、なんか知らないけど私ね音楽プロデューサーとね昔からよく知り合うんですよ。本当にすごいたくさんなんですけどね。まあだからといってね、まあ私がね別にデビューしてるわけじゃないんですけども、なんかやっぱ音楽なんか関係するんだろうなっていうのは思ってるんですけどね。まあ、なんかねそういうせっかくねちょっと声を使ってね、私もともとそのアナウンスっていうのもね、ニュースを伝えたいとかじゃなくて声で癒したいっていうのが目的だったんで、そう考えるとねアナウンサーじゃなくてやっぱり歌かなって気もしてるんですけどね。なんかねそういった方向でちょっとね、それも一つありかもなとか思ってます。まあ、ちょっと皆さんも関係、ちょっと全然関係ない話ですけどね。まあ、とりあえず、皆さんも、よく歌ったりもしてね、鼻歌とかでも歌って、どんな状況でもね、楽しく過ごしてください、いつもね。自分が波動が上がるとか、ワクワクするとか、楽しくなるもの皆さんあると思うので、趣味でも何でもいいですし、映画とかでもいいですし、まあ、ぜひそういうのをね、普段からね、取り入れて、とにかく、今しか確実なものないので、今後どうなるかわかりませんよ。本当に世の中変わりますので、で今ね、いろいろ皆さんがこうなるんじゃないかとか、将来思ってることとかも全然変わっちゃうと思うので、今いくらね、予想して今までのね、セオリー通りにね、今までの方式だったらこうなるだろうとか、そんなの全然通用しなくなりますので、そんなことよりも、常に柔軟にいられるためにも、常に波動を良くしてね、楽しくやってるといいと思います。先のこと本当にわかんないですよ。激変するので、これから。楽しみにっていう感じです。まあ私も楽しみにしてますので、はい。ちょっとね、YouTube は本当あまりにもね、ちょっと労力かかるわけにね、もう本当に100円ぐらいしかなんないんで、動画再生収益ってね。ちょっとね、時給数十円ぐらいでちょっとやるの疲れるんですよね。結構作るの大変なんでね。なんでちょっとあんまりちょっとアップできてないんですけど、まあブログの方もぜひね、チェックしていただきたいと思います。ということで、まあこれからどんどん変わりますので、一緒にね、波動を上げて、常に楽しい方向にフォーカスをしていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 See you next time.